この度、法務大臣を拝命いたしました千葉恵子でございます。先ほど菅総理から改めて指示をいただきました。1点目としては、国民にとって身近で充実した司法を目指して司法制度の改革を推進するように、2点目として国民の人権が保障され安心して暮らせる社会を作るように、この2点のご指示をいただきました。この間、私もほぼこの身近な充実した司法、それから国民の人権保障、こういう観点で前回の法務行政、携わらせていただいてきたところでございます。その中で、例えば、司法制度、これのもうより一層の充実、見直しということでは、放送要請をどうすべきか、あるいは裁判員制度、どのような問題点があるかなどの検証などをさせていただいてまいりました、道半ばではございます。あるいは、国民の人権が保障されると、こういう意味では、国内の人権救済機関、これを設けることを大きな目標にしながら、取り組みを進めて、検討を進めてきたところでもございます。あるいは、捜査過程を可視化すると、この問題についても検討を進め、そして、いろいろな議論を途中までではございますけれども、行ってきたところでございます。今回、改めてこのような指示をいただきまして、これまで道半ばではありますけれども、このような課題について、より一層歩みを進めていくこと、そして法務行政全般について、また誠実に努力をさせていただき、この菅総理の指示にしっかり私もお答えをしてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、質問どうぞ。やはりこの政治とかね、クリーンな私はためには、一人一人が改めて襟を正し、そしてまた自らの政治活動、これをできるだけ透明にしていくと、原点に戻るということが大事だというふうに思っております。また、政倫審等の問題は、これは国会等で、あるいはそれぞれのご自身がお考えになるということで、私が何かコメントをする立場にはございません。読売新聞のことです、はい、昨年9月からのですね、在任期間中、大臣に死刑執行がないんですけれども、今、死刑確定者がですね、研究員に上る中で、今後もそういった姿勢を続けていくのか、それをこれは常日頃申し上げておりますけれども、死刑制度が日本の刑事司法の中では存在をしております。で、法務大臣が最終的な判断をするという形になっていることを私も十分に認識をし、そしてそれが職務であるということを前提に、私も仕事をさせていただいております。ただ大変重い刑罰、究極の命を奪うという刑罰でございますので、これは慎重に考えていこうということでございますし、その問題とはまた別にして、改めて私もいろんな皆さんのご議論をいただく、そういう今、
課題になっているのではないかなというふうには思っております。ただ私の任務がどうであるかということは、十分承知をしながら、これからも法務行政に努めていきたいというふうに思っております。はい、はい、最後でお願いします。共同通信の富谷氏、大臣も同じですけど、片山内閣のメンバーの多くが退任されています。菅総理の下で政治主導の理想の取り組みについて求められている一方で、表紙を書いただけだという、表紙力もあります。大臣もそういう考えかお聞かせください。これは菅総理が、それぞれ、お考えになって、そして私も法務大臣を拝命をしたということでございますので、これは拝命をしたこの任務をしっかりと指示を受けて全うしていくと、これが私の任務でございますので、それ以上のことでもそれ以下のことでもございません。はい、千葉大臣どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。